えー、その一分足を軸に翔太式オリジナルウォルフを、えー、どういった考えで引いたのかっていうのはで、まあかるのではないのかなと思います。で、この2点目に関してもこれ実体で引いてるんですけど、ね、<れ>今回特殊なんですよね。この3点目と5点目に関してはこれヒゲなんですよね。うん。だからこれも、なんか作ってくるかなっていう思いはあったんですけども、この、まあ、 ダブルボトム抜けっていうのとプラス223.6%でまあ決済したんですけど別にこれねあのこのヒゲを起点として引くのかそれとも実体を起点として引くのかっていうところとかで3点目5点目とねこう揃うんです揃った時にあこれはウォルフ成立かなとでに対してトレンドを作ってないので あの、これが、また、下落トレンドをね。